福富秀勝は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。織田氏の家臣。意名縄、定時、定時とも。生は、福富と読まれてきたが、宇野門戸日記に、福獣とあり、金見狂気でも、福角、家忠日記には、福摘と書かれてあることから、福富と読むのは誤りである。福富氏は、元は、美濃国山形郡福富の出身で、 生は源氏と岸流の明智氏の一族と言われる。長州府氏によれば、秀勝は、尾張国愛知軍、岩塚村の人という、福富正しい江子。妻は、朝倉景気の娘。父の代に、尾張に移住して、織田家に仕えたという。永六四年、西美野での警戒の戦いに参加。永6年間に、赤浪州に追加選抜され、その後は一貫して、 馬回り衆として使え、信長の出陣したほとんどの合戦に従軍したと考えられる。A62 年8月の大川地上の戦いでは、尺元めぐる番主24人の一人として、包囲の策の警戒に当たった。元気元年4月には、朝倉市攻めに従軍。同年8月には、南方陣に参加して、大阪の森口近郊で一騎と交戦している。天正元年、 8月13日の利坂の戦いの追撃戦で活躍。12月26日、佐久間信盛、毛利長秀と共に、多門山城受取奉行となり、翌年には道場の定番となった。天正3年5月の長篠の戦いでは、笹成政、前田利家、野々村正重、花輪直政と共に、鉄砲奉行を務めて、鉄砲隊を指揮した。 天正5年2月からの再風めにも従軍。ただし、これを最後に、以後は信長が軍の指揮を離れたために、その馬回りである秀勝も戦場に出ることよりも、中央で政務を担当することが多くなり始めて、添え城の発給などが以前より多く見られるようになる。天正五年六月、信長の発布した、安土山下町中宛信長主任城の条文の中では、 打ち入りなどの際には、秀勝や木村孝重に届け出るように記されており、安土の町奉行のような役割を担っていたことがわかる。同年9月には信長を裏切った、松永久秀の人質を成敗する奉行を、矢部家さだと共に務めるように命じられ、10月5日に、刑を執行した。荒木村重が無本を起こすと、その討伐戦となった、 天正6年11月からの有岡城の戦いに参じたが、これも戦よりも、剣士としての役割が主であった。この戦では、古田重成、下石織重と共に、茨城城主の中川清秀の投稿に尽力したことを高く評価され、戦後の天正7年6月20日に、信長より鶴と鷹を与えられている。天正年月には猪高、治 長谷川周一、西尾義次と共に皇天神城を行為中の徳川、家康の陣に派遣され、家康の陣章を視察して二日後に帰国。天正9年3月には、関谷長頼と共に、能登国へ行き、国内の整理に当たったという。同年12月3日頃には、下石よ重と共に、中川清秀に対して最国に画像があることを伝える、主因状を伝達している。 天正10年1月15日の詐欺町には不参加であったが、同年2月より始まった公衆政抜では3月に出馬し、先の詐欺町で馬回り衆、故障衆を率いていた、菅谷、長頼、堀秀政、長谷川周一、矢部家貞の4名に、秀勝を加えた5人が信長の馬回り衆と故障衆を統率して、兵を進め、4月2日には、 海の国に到着したが、織田信忠の軍によって、ほぼ、武田氏の総統は完了しており、戦闘はなかった。同年6月2日、明智光秀が信長に謀反を起こした、本能寺の変の時は、信忠の直心として、明覚寺にあって、変を知ったが、信長の宿泊していた、本能寺に参じることは叶わず、信忠に従って二条御神像によって、明智勢を相手に奮戦し、 猪の子中、治む、毛利義勝、菅野、長寄、野々村正重、村井貞勝など、多くの武将と共に討ち死にした。なお、6月5日に、橋場秀吉は、福富平左衛門の働きで、信長様と信忠様は、ぜぜに逃れられた。福富の功績は、昼いないという内容の書状を、中川清秀に出している。無論、これはだったのだが、 秀勝栃木だった、清秀はじめ摂津州には説得力があるものだった、ようである。結果的に彼らは、秀吉側に加勢し、これが、山崎の戦いの崇勢を動かす一員となった。秀吉の馬回りとなった、福富平米という人物は、秀勝の親族と思われるが、続き柄は不明。ありがとうございます。